で財政危機感はやはり同じ共有意識を持ってやろうと思えば、やはりトップ自らここは給与カットでもやって皆さんのために頑張るよと、そういう姿勢も見されるのは私は一つの方法じゃないかと思うんですが、どうでしょう。まずご自身のその給与を返上するところから始められてはいかがかなと思います。私個人に本人においてはそのようなつもりは毛頭ありません。きっぱり言っておきます。今後自分の給料を削ろうなんてことは言い出しません。自分の市場価値に照らしてこの報酬が課題とも思っていません。石丸市長に対し、市民と財政危機感を共有するために給与をカットしろと提案する小玉議員、それならまず自分からやってみせろと石丸市長に一刀両断されます。それではご覧ください。厳しい財政状況を市民の皆さんにご理解いただくためには、職員がいかにコスト意識を持つかが大事な要素であろうと思います。公共サービスのコストの見える化について伺います。財政健全化を目指すためには、市民の皆さんに現状が危機的状況にあることをご理解いただく必要があります。しかしながら、自分自身のお金といった意識で考えていただくことは大変難しい課題だろうと思います。どれだけ市民福祉のためにお金をつぎ込んだとしても、その事実を知らなければ市民は当たり前のこととして受け止めまして、特に何も感じていただけないんだろうと思います。事務事業を継続していく中で必要とする予算に変化がなくても、人口減少が進む中では一人当たりの負担額、税金ですね、これは増えていきます。市民全般に常日頃から行政サービスに要する費用を知っていただくためには、事業単位での市民一人当たり税金投入額を設定し開示していくといった新たな方法を模索していく必要があるんだろうと思いますが、市長のお考えを伺ってみたいと思います。答弁を求めます。石丸市長。はい、はい、いわゆる公共サービスに値札を貼ってみるというような取り組みだと思うんですが、いくつかすでに取り組んでいます。一人当たりに直したものではないんですけども、例えばそれこそ野鳥の美術館が年間いくらかかって運営されてたのか、ほとんどの市民の方はご存知なかったんじゃないでしょうか。約2000万円です。神楽門前東寺村、神楽が見えるすごくいい場所なんですが、年間だいたい5000万円市はお金を入れて運営しています。どこまで認識があったんでしょうと、多くの市民の人は知らずにいいものに違いないと、そのように思い込まれてしまってたのかなと感じます。その意味では市民の前に、まず市民の代表である議員の皆さんが正しくそのコスト意識、それを持つことが必要だと思います。これは揚げ足取りや皮肉ではなく、とても大事な事実です。全体最適を度外視した主張を繰り返す一方で、財政難を口実に必要な投資を惜しんでみたり、そうしたご都合主義を改めない限り、市民は誤った認識を持ち続けると、そう懸念します。答弁をあります。小玉議員。まあ、そういった懸念もおありでしょうから、今の年間額でいうとですね、例えばいろいろな事業が2000万とか5000万とか言われてもなかなか具体的に感じないんですね。しかもその同じ2000万の事業をずっと続けてても、人口割で考えれば人口減ってくるわけですから、一人当たりの負担というのは2000万の数値は変わらないけども、負担は一人当たり増えていってるんですね。そういったところの認識を持っていただく必要があるんだろうと私は思ってます。で、特にまあ簡単なところで言えば、指定管理料でも委託料でもいいんですよね。納税者ではあるんか、まあ、全体の人口でやってもいいと思うんですよ。ほんとこう人口割で出してみれば、
何かの事業の例えば委託料が一人当たり100円かかってますよ、来年になったら人口が減ったから知らん間に110円になってましたよというようなことをこう年々変化していくっていうものを市民の皆さんにもお知らせしていく、そうすると市民の皆さんもやっぱりそういったところでの変化に気づかれてくる、そうすると議員さんあんた何やっとるんやというようなことをある程度やっぱり注意も我々にいただける、そういうようなみんなが分かりやすい指標っていうんですかね、簡単な指標でいいので、委託料 だけでも構わないと思うんですよ、たちまち。そういうようなことをぜひやってみてですね、我々もそうですし市民の皆さんにもしっかりとその辺で我々のチェックをしていただくというような手法でも考えてやってみたらどうかなと思うんですが、その辺いかがでしょうか。答弁を求めます。石丸市長。はい、これも部分を切り取られてそれが一人歩きしては困りますので、改めてここでもご説明するんですが、採算すべてではありません。それをやりだすとこの町に何もなくなってしまいますので、ではなく児玉議員がおっしゃっているのはいろんなものがある中で採算を一つの基準として取捨選択しようということだと思います。私もその必要があると思ってまして、そのためにすでに企画部財政課中心となってもらって採算の指標の作成を指示しています。例えば指定管理料そのものというのはもうすでにいっぱい資料があってずらーっと並んでいるんですけども、それに対して事業規模がいくらかですね、いわゆるレバレッジが測れる、同じ2000万を投入する事業でもその投入された事業が毎年回っていくわけなんですが、これが2億円の事業なのか4000万円の事業なのかレバレッジが違いますよね。2倍と10倍です。当然10倍の事業の方が2000万は出しがいがあるわけです。このような観点で例えば利用者同じ2000万出してても2000人が使うものと2万人が使う事業であれば10倍違うわけです。というようにその採算性を測る指標の作成に今取り組んでいますので、これをお示しすることによって市民の皆さんと議論を深めていけると考えています。答弁を終わります。児玉議員。これはいいお話を聞かせていただきました。ぜひですねいろいろな取り組みを進めていただきたいと思いますが、市長も行政にこういった仕事に疲れてつくづく思われると思うんですが、計画が非常に立派なのがたくさんあるんですよ。計画作りなんですよこの行政っていうところは。で、後のトレース追わないんですよ。これは執行部も議会もそうですが、もう大体そんなもんですよ。おそらくよその自治体っても同じだと思います。だからこれも大きな欠点だなと思うんですが、残念ながら非常にこれが難しい、そういったところで今のようなその具体的なもう全体として皆さんのその知識の中に少しでもこういろいろなものを投げかけていくんですかね、そういった指標の一つで考えていただければという思いで喋らせていただきました。で、財政の厳しいのは今市長も一生懸命説明されておられますが、やっぱり公共料金の停止、あるいは公共料金である公共サービスの停止、あるいは料金のアップとなると、やはり市民の皆さんは当然その痛い思いをされるわけですね。結果としてはで前々から市長はよく市民の皆さんとのこう共有という言葉をよく言われます。で財政危機感はやはり同じ共有意識を持ってやろうと思えば、やはりトップ自らここは給与カットでもやって皆さんのために頑張るよと、そういう姿勢も見されるのも私は一つの方法じゃないかと思うんですが、どうでしょう。答弁を求めます。石丸市長。はい、今の言葉だけを捉えるとお前の給料を削れというようなお話が聞こえるんですが、もしそのようなお考えであるんであれば、まずご自身のその給与を返上するところから始められてはいかがかなと思います。私個人に本人においてはそのようなつもりは毛頭ありません。きっぱり言っておきます。今後自分の給料を削ろうなんてことは言い出しません。なぜならば
与えられた職に対する対価がその金額だと思っているからです。この金額が多いか少ないか人によって受け止め方はあるかと思うんですが、私は自分がやっている仕事に対してそれこそ誇りを持って責任感を持って取り組んでいますが、仕事が足りないとは思っていません。まあ、それでも納得いかないという方がいらっしゃるかもしれませんので、一つご参考にお話しすると、市長の年収って大体1500万円ぐらいあるんですよ。まあちょっと多いかなとこの年にしては思われますか、どうなんですか。ただ私のデータで申し上げれば、年間の稼働数、稼働日数ですね、土日の休みほぼなく仕事をしています。休めるの本当何日かですね。でそうすると勤務時間じゃないです、勤務日だけで民間の 1.45 倍あります。ということは 1.45 倍で割ってみると年収1000万相当ぐらいの時給かなという感じなんですが、年収1000万というと、一部の上場企業であれば30歳ぐらいの時にそれぐらいの金額もらってます。私ももらってました。その観点で自分の市場価値に照らしてこの報酬が課題とも思っていません。答弁を終わります。児玉議員。まあ、気持ちの共有ということですね。お話しさせていただきましたけども、じゃあ次の3点目に入ります。9兆単位のでの拠点の在り方について伺います。現在公共施設の延べ床面積削減に向けて努力されておりますが、地域に根ざした公共サービスを低下させることなく進めるためには施設の統廃合を統合を進め、地域の拠点とすることが必要だろうと思います。支所、図書館、文化ホール、人権会館などを一つの施設に集約すれば、住民の方の利便性の向上も図れ、延べ床面積の削減にもつながれますし、また職員も異なった職務を経験すれば、統合による人件費の削減も視野に入ると思います。公共交通体系の見直しにも影響してくると思われますが、中期的視点で拠点化を進める必要があると考えますが、市長のお考えを伺ってみます。答弁を求めます。石丸市長。はい、今児玉議員の発言の中にこの公共サービスの低下云々があったんですが、まず大前提としてお伝えしますが、この先何かしら公共サービスは確実に細ります。工夫次第でこれまで通りなどということはありえません。そんなステージはとっくの昔に過ぎてます。昨年の9月だったかと思うんですが、熊高議員の質問の中で私が火事だという説明をしたことがあるんですね。1階の給湯室で火事が起きてて、ゆっくりご飯をお弁当食べてる間に火が回ってきて、気の身気のまま逃げなきゃもう死にますよと、火がまだ下でとどまってる時に逃げ出せばカバンぐらい持って出れたんです。でもずっと同じ場所にとどまってるから火が回ったんですね。もう手ぶらですぐ走って逃げないと煙に巻かれるところまで来てます。そしてこれ大事なところだと言いました。その時煙に巻かれるのは弁当を食ってた本人じゃないんですよ。私たちの子や孫やその先の世代が逃げ遅れたことになるんです。将来に負担を先送りするというのはそういう残酷なことなんです。ですので今私たちは死の存亡をかけて決断しなければならない、覚悟を決めなければならない時だとご説明をしてきました。その意味では今児玉議員がおっしゃった、この先の町の計画ですね、形、コンパクト化、あとはアクセスをつなげるというネットワーク化ですね、これによってうまく集約をしていくしか道がありません。ただもう一回お伝えしますが、それでも
これまで通りにはいきません。どうやってもこれから先身を切り身を削らなければならないんです。私たち自身のために、何よりもこれから先の将来世代のためにです。それが私の認識です。答弁を終わります。小沢議員。将来に向けての部分は市長が前からおっしゃってますが、確かにその辺のところは全く同感です。ただちょっとその前にですね、少し伺ってみたいんですが、よく使われる短期中期長期ですよね、これの認識が私もこの行政に入って聞くのと民間で経験してきたのとまず違って、それに慣れたかなと思うと、また市長が言われてるのがどうもちょっとその辺がまた私の中で期間が狂ってるんで、少しその辺の認識を説明していただけますでしょうか。答弁を求めます。石丸市長。はい。どこかのタイミングでご説明したような気がしますが、田辺議員の質問だったかと思います。短期中期長期に明確な定義はないはずです。ないと思います。ただ一般的にはどこから行きましょうか。じゃあ長期10年ぐらいですね。中期5年から7年、1年というのはそれより短い、マーケットでは金融市場では1年ぐらいなんですけども、普通の感覚で言えば 2,3 年だと思います。短期ですね。特に、こうした市役所のような組織を運営する際には短期といえば 1,2,3 年あたりまでかと思います。ちなみに時々出てくる超長期というのは、これも一つの例ですが、債券市場においては20年より長い償還年限、これが超長期債となっているかと、なっているかと思いますというか、なっています。答弁を終わります。以上。小玉議員。長期的視点で今マスタープランという話が出てましたから、今やられてますから、何年ぐらいかなと思ってたんで、その辺では考え方が理解できました。で、確かにこれから先を考えていくと、マスタープランの中で当然事業の継続するものと継続できないものあると思うんですが、そういった中でですね、やはり近年のこう社会のいわゆる情報化社会になって、こういわゆるネットワークを通じた情報サービスっていうのは非常にこれから先も活発になってくるんだろうと思うんですね。活用がで求められるものがいろいろ量やら質がこう変化してきておると。これまでと比べると、例えば図書館なんか前回議論もありましたけど、図書館でも今までのように本の貸し出しをやるのか、あるいは外部の商用データベースっていうんですかね、そういったものを利活用して、いわゆる地域に電子図書館的なものになるのか、そういったことは分かりませんけども、そういったところをやって利用料をいただくような図書館というのもこれは出てくるかもしれません。だからあるなしという前に、まずそういったところもしっかりと、サービスをやめるっていうのは非常に簡単ですけども、サービスの形を変えていくっていうのはまだ知恵が出てくるんだろうと思うんですね。そういったところで知恵を出していく部分はかなりある。しかもその前にまず今 お話ししたように、中期的にはやめるとなると非常にまだ難しい課題がありますから、施設を統合することによってサービスはそのまま継続するけども、床面積だけは減らせるということはできるんだろうと思います。で今私が住んでるとこなんかで見ても支所なんかでもほとんど空いてますし、じゃあ支所を移して図書館のところに持ってきゃ非常に効率がいいんじゃないかな思ってみたら、そういったことが各5町でそれぞれあるんだろうと思うんですね。そういったところは、中期でできる内容でしょうし、地元の皆さんにもまだまだなくすというよりも説得がしやすい。そうするとそこを早くやって床面積削減に向けた努力をしていくと、それがまず進めやすい手順じゃないかなと思ってるんですが、その辺いかがでしょう。答弁を求めます。石丸市長。はい。今回の都市計画マスタープランの策定の中でもヒアリングをしていますが、
市民の皆さんにとって必要なものとは何でしょうと、この問いから始まり、まあ、もっと言えばこれが全てだと思います。皆さんが欲しいと願うものを残す、これまでなかったんであれば新たに創設する、で、そんなにいらないかなというものを減らしていく、たったそれだけの作業ですので、淡々とそれに取り組んでいこうと思います。もちろんその上では、先ほど来申し上げている採算性ですね、市民の皆さんが、これ欲しいよと言っても、いやいやそれ お高いですよと言うんであれば、きちんとそれを見せなければ、値段がわからないのが欲しいというと議論が難しくなりますので、これおいくらなんですかと、でそれを見てもらった上で、いるのかいらないのか、あ、もっと言うと我慢をするのかしないのかという選択になってくるだろうと思っています。ただその点で一つ申し上げておけば、これは何もわざわざ執行部が一生懸命ヒアリングをしなくてもいいんです。本当はなぜか市民の代表がここに16人集ってるからです。皆さんがピックアップしてもらって、いるいらない決めてもらってもいいと思いますよ。市民の代表なんですから、皆さんいつも豪語されるじゃないですか、市民の代表なんだと、民意がここに集まってるんだと。執行部がやったこと、それについて後出しじゃんけんで、あれはやっぱいるんだと、うんうんではなく、議会が、議員の皆さんが率先してその取捨選択をされても一向に構いません。それをもって私がそれこそ執行権が侵害されたなどということは断じてありませんので、ぜひ皆さんの意識の持ちようです。この町にとって必要なものを皆さんの責任で選んでいただければ、私としては非常に助かります。答弁を終わります。座間議員、議会にも職員さんがたくさんおられると、いろいろアンケートを取ったりですね、そういうこともできるかもしれませんが、まあどうしても量的に限界がありますから、まあ、できる範囲っていうのは非常に限られるんだろうと思うんですが、ただまあいろいろな、今までこう6省が合併してきてますから、市長おっしゃる通り、たくさんのものが同じようなものが持ち寄ってきとるというところは、これは皆さん認識は一緒だろうと思うんですね。ただいかんせん市長も我々もそうですが、選挙で当選したからって言ってこれ 100% の不信任をもらっとるわけじゃないので、都度都度やはり市民の皆さんに説明をしながら、必要性っていうのは相談していくべきだろうと思ってるんですが、ただまあ、どうしても時間はかかることなので、特に、事業継続か廃止かということになると、そこらはしっかりと説明していく必要があるんだろうと思うんですが、アンケートで取られている内容だと、先ほど申しましたように、そのいわゆる代替のアイデアが出てくるかどうかっていう部分では非常にわからないわけですね。置き換わるものっていうのが今から先を見てみますと、これから先10年先で、この前の新聞記事にもありましたけど、レベル4までが、地域の公安委員会の許可で車の自動運転ですね、これが、許可制になってきておるというようなこともありますから、どん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 時代が変化していって、我々が考えている以上にこれからマスタープラン作られる10年後っていうのは、別の今やめようと思ってたものが実は別に置き換えれるものがあったりというようなことも出てくるんだろうと思います。ところがこれはなかなか今のアンケートの形ではそこらはアイデアが出てこない。これはやっぱり民間の知恵とか、あるいは議会とか執行の皆さんとの意見交換の中で出てくるのかもしれんですが、やはりそういった前向きな議論ができる形と、よりなおかつとにかく丁寧に市民の皆さんに説明をしながら納得していただくと、まあ、全部が全部納得っていうのは非常に難しいからできないですが、ある程度の方にはご理解いただくような、やはり丁寧な説明がこれから必要になるんだろうと思います。その辺のところのお考えを以前市長なんかもしゃべっておられますけども、もう一度伺ってみたいと思います。答弁を求めます。島田市長。はい、
長に就任してからもう何回目かのお質問ですが、この類の説明はもう10回はくだらないと思います。この場で私が皆さんの質問に答えている、議員の皆さんにお話ししているのは市民の代表だからです。班長の役割をお話ししました。もう繰り返さなくてよろしいですね。つまりそういうことです。市民の代表としての責任をしっかりと果たしていただきたいと願います。答弁を終わります。以上、児玉議員。以上で私の一般質問を終わります。いかがでしたか。児玉議員もおそらく給与カットなんてしないと分かった上で石丸市長の反応を見る提案だったと思います。議論にすらならないレベルの議員ばかりの政治会の中でおそらく一番マシであろう児玉議員、副議長になれたのは政治会の力でしょうから、会派からの離脱はなかなか期待できないところですが、個人的には来期以降の動きに注目しています。来期以降も変わらず政治会に組みしているようであれば、長いものに巻かれるだけの人間だということでしょう。今回の件について皆さんはどういった感想を持ちましたか。ぜひコメント欄でお聞かせください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。最後までご視聴いただきありがとうございました。